こんにちは、こんばんは、いちごさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。旭川の事件も先日タロットで占ったんですけれども、そちらの旭川の学校の方にも訪問をされていらっしゃる、事件っていうか事故っていうかの、解明について、調査をされている YouTuber の令和たけちゃん、社会派 YouTuber の令和たけちゃんですね、後藤たけし氏が松戸市議の選挙にね、出馬されるみたいですね。で、松戸にいらっしゃるっていうのは知らなかったんですけど、ね、先日初めて拝見したんですけど、確かでも前、旭川の直撃みたいな見たことあったような気もするんですけど、やっぱりね、いじめっていうね、本当に厳しいことの中でもね、立ち向かっていらっしゃるみたいで、まあね、その活動自体はね、応援をしています。はい。で、ちょっと出馬されるっていうことだったので、皆様にお伝えをさせていただきます。はい。で、旭川の方では署名活動をね、やってらっしゃるね、方もね、いらっしゃるみたいなんですけど、そちらの方も、YouTuber で、やってるんですけど、なんとかね、風化しないようにっていうことで、署名活動再調査の署名活動をやってるみたいです。で、なかなかね、厳しいみたいですけれども、きちんとね、彼女のタロットの年、占いをした時にですね、本当に彼女が、自分で打開しようとした、本当に決着つけようとした、その逃げないで立ち向かおうとしたっていう思いがすごくひしひしと伝わってきて、私もちょっと、体調悪くなっちゃったんですけど、本当にこう、なんとかね、彼女も命がなくなっても、それでもやっぱり訴えたいものがあるみたいなんですよ。だからね、ぜひともね、きちんとね、捜査、再捜査、因果関係なしというふうなことはないと思いますので、きちんと捜査をしていただきたいと思います。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いします。